元文化庁長官の近藤誠一さんに、外交官、文化庁長官としてのご経験から日本文化の可能性発信について、日本文化の真髄に迫るという題でご講演をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。2時半から長い時間のシンポジウムで少しお疲れが出始めたかもしれませんが、最後の30分ですのでちょっと我慢してください。今日は日本文化の、真髄に30分で迫られるかどうか分かりませんけども、私なりにトライをしてみたいと思います。42年間外交官として、そして最後は文化庁長官として、外国との間を出たり入ったりしながら日本を見てきた、そういう拙い経験からのお話を30分させていただきたいと思います。それで、今日は一言で申し上げれば、今世界が、日本が直面しているいろんな問題があります。こんなはずではなかった。戦争が終わって国連憲章ができた時はもっと平和で安定的な世界ができるはずでしたが、そうではない。どうしてだろうかということを考えるときに、そこで、いわゆる400年ほど前に始まった近代合理主義ってでしょうか、西欧から始まった近代というもの、それがやや行き詰まっているからではないか。じゃあそれはどうすればいいのか。近代そのものがいけないのか。いや、そうではない。近代をどういうふうに運営していくか、転がしていくかという、それをやる人間が実は文明の発達につれてむしろモラルが低下している。だから思うようにその近代という素晴らしいメカニズムが使いこなせていないのではないか。じゃあどうすれば人間が本来持っている、善性って言いますかね、悪性と善性が誰にもありますが、そのいいところを出して、そして民主主義とか市場経済という素晴らしいシステムをうまく使って平和と幸福と繁栄につなぐことができるのか。その鍵の一つが実は日本文化の真髄にあるんだというようなことをお話をするつもりです。それは中身はいろいろありますが、やっぱり自然に対する見方、それから目に見えないものに対してもしっかりと我々はものを見ることができる、そこに価値を見出すことができる、そういう日本文化のいわば真髄がもっと人類に広まれば、いろいろな問題、テロも温暖化ももっと解決しやすくなるのではないかというような、やや大げさな話をします。ということで先に結論を申し上げましたので、お疲れの方はお休みいただいて結構です。結論は変わりませんので30分で。じゃあお願いします。ここから切った方がいいな、自分でやるわ。今日本が全体が抱えている問題、先ほど近代合理主義とあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、科学万能でどうしても物質主義、お金が第一で、そして効率性、効率性ということが今言われてますね。それはとても大事なんですけども、だからこそこれだけの素晴らしい心地よい社会ができました。冬は暖かく、夏は涼しく暮らせる、これはもう科学のおかげですね、文明のおかげですね。だけどそれが十分に機能していない、なんか行き詰まっているような気がしている。じゃあどうしたらいいか、結論は先ほど申し上げましたように、それを使う人間がもっと精神性、モラルといったものを回復しなくちゃいけないと思います。その合理主義というのはどちらかというと左脳を使って理論的に理屈で物事を分けていく、でそれはもう十分に発達した、それがあまりにもパワフルなために感性とか精神性とかそういうものがやや置き去りにされてしまった、いわば馬鹿にされたというと言葉は良くないかもしれませんが、文化は横にやられ、精神性とかいうのはなんとなくいかがわしいものというふうにされてしまった、そういう傾向がある。しかしそうではない。神様は人間に右脳と左脳を等しくくださったわけですから、左脳だけではなくて右脳もちゃんと使わなくちゃいけない、そこのバランスを保てば問題は解決しやすくなるんではないかと思います。でじゃあ文化芸術どういう力があるのか、文化芸術によってそういう
まあ、その感性を磨くということですが、たくさんあります。たくさんあって、これを話して出すと、2時間3時間かかってしまいますので、ざっとまあ項目だけ申し上げますかね。まず文化芸術によって自分の気持ちを表現できる、なかなかこう言葉にならないものもありますよね。そういうものを発言、例えばこのラスコーの壁画、これはもう1万2000年前にクロマニヨン人という人が洞窟に描いた絵です。これを見て私はびっくりしました。どうしてこんなまだ氷河期も終わってない寒い寒さに震え上に苦しんでいる人がこんなすごい芸術を描いたんだろうかと、そこで思いついたのが、人間には自分の思いとか祈りとか願いとか、そういうものを何か表現したいという衝動のようなものがあるんではないか、その出口を見つけてくれるのが芸術なんだろうと思います。それからもう一つは、個人に生きる力と幸福を与える、ここにいろいろな引用がしてあります。いろんな偉い人がいろんなことを言ってます。例えば古今和歌集かな序で紀貫之が言ってるのは、力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神を回れと思わせ、男女の仲をも和らげ、たけき者の負の心をも慰むるは歌なりと。でこの歌は文化芸術と置き換えていいと思います。そのように、そのどんなたけり狂った侍でもですね、やっぱり歌とか芸術に接すると心が和むんだということですね。男女の仲をも和らげとあります。私も朝夫婦喧嘩をして出ても、夜一緒にコンサートに行くと仲直りができます。そういう力が文化芸術にはあるんですね。でまあ、そうは言ってもですね、ここにあるのはみんな文化人が文化は大事だと言ってる、それは当たり前でしょうと、自分の職業なんだから、自分が好きなんだから大事と思うのは当たり前だと、それで本当にそうなんでしょうか、客観的にそうなんだろうかという疑問も出てくると思います。しかし実はこの 分子生物学って書いてありますよね。これデータ進む戻る、これデータね、はい、分子あれつかない、感動2の最後のところで分子生物学ってありますけども、村上和夫先生という筑波大学の先生がおっしゃっていることです。人間にはたくさんの遺伝子がある、しかしそのうちの 2% しか普段は使っていないだそうです。 98% はいわば眠っている。しかしものすごい感動すると、その 98% の中の特にポジティブな遺伝子が目覚めて、細胞が活発になって、で病気を治す治癒力が増すということだそうです。でそれをいろいろ実験をして、アメリカの糖尿病学会もそれに注目をして、いろいろ臨床実験をしたところ、実際にもう毎日楽しく笑っている、感動しているグループの患者と、そうでない患者の血糖値を測ると、前者の血糖値がどんどん下がってくるということで、どうも証明されたらしい。今はどうしてそれがそうなるのかを解明しようとしているようですが、これはなかなか難しい。そもそも心とは何かというのはまだ科学では分かっていません。したがって、しかし心が動いたら、それが細胞に体にいい影響を与えることはもう証明できたわけですね。それは心が何であるかという質問は、問いはこれからいろいろ科学者が取り組む、あるいは脳科学者が取り組むと思いますが、まあ我々としてはとにかくいい影響があることが分かったんだから、大いに楽しく芸術をエンジョイしようと、自分のものにしようと、そうすれば力が出るんだということだろうと思います。社会的役割というのは、まあ社会的包摂とも言いますけど、まあ一つ例を申し上げれば、私がロンドンにシェイクスピアの演劇を見に行った時のことです。リア王という悲劇を見に行きました。ところが出てきたリア王の役者さんは2メートルを超す筋肉隆々たるアフリカ系の方でした。これがリア王か。私のリア王のイメージは痩せこけた白人の老人で白いひげを生やしている。とてもこうイメージが違ったんですね。ところが演技を見ているうちにだんだん違和感がなくなってきました。彼は素晴らしい名優だったんですね。その後聞いたんですが、当時のブレア首相、96、7年だったと思います、ブレア首相のポリシーで、まあ、大英帝国の、まあ、負の遺産である植民地からの旧植民地からですね、なるべく多くの人を移民として受け入れてあげようと、
思ったんですが、しかし単に受け入れるだけでは言葉もできない、生活習慣も知らない、うまく溶け込めなくて犯罪に走ってしまうかもしれない、それではいけない、逆効果だということで考えたら、そうだ、芸術があると。英語はできなくてもダンスはうまいかもしれない、算数はできなくても演劇はうまいかもしれない。どんどん芸術の街を門を開いて、そういった方々を受け入れた。でこれは別に移民だけではなくて、障害を持った方とかですね、普段なかなかメインストリームに入れない、今の社会では弾かれそうな人は、実は芸術でものすごい力を発揮できるんですね。そうすることによって、そういった方々を社会に統合できる、家族もハッピーになる、そしてまたその国の芸術のレベルも確実に上がりますね。ですからそういうことをブレーショーやったと聞いて、あ、きっとあの名優さんは彼のその成功例の一つだろうと思った次第です。あと経済効果はもう言うまではありません。国際的な役割もそうですね。今日本は政治経済ではなかなか思うように知られてませんが、文化はこれはますますすごいですね。漫画アニメだけではなくて、伝統文化についてもどんどん関心が広がっている。和食の世界遺産登録もそれも寄与していると思います。から、私が一番大事にしているのは最後の2つですね。芸術をやると固定観念から脱皮できる。芸術というのは真っ当なことをやってたんじゃ芸術になりません。芸術家には変わった人が多い、中道さんは変わってませんけどやっぱ素晴らしい才能を持って人がいらないことができるということが大事なんですね。で我々はどうしてもこう常識という枠の中に閉じ込められてしまう。芸術をやれば、それを接すれば、そういう、こう水平思考ができるですね。でノーベル賞を取られた野依さん先生がいつも言ってらっしゃいます。ノーベル賞を取ろうと思ったら、学科をいくら積み上げてもダメだと。芸術をやりなさい。芸術によってひらめきが生まれる。ひらめきこそが世界の歴史に残る発明発見の元になるんだということを言ってらっしゃいます。それからもう一つ、日本人の思想価値観というものが文化財とか伝統芸能の中に埋め込まれている。それを我々が知ることができるということですね。したがって、これから今日申し上げたいその日本の文化の真髄というのは、そういう伝統芸能とか文化財にしっかりと埋め込まれているわけです。それを我々はそれに接することによって吸収することができる。そしてそれを世界に広めることで、世界に貢献できるのではないかと思います。で、じゃあどういうのがそのエッセンスかというと、これはいろいろな見方があると思いますし、一つや二つで整理できるものではありませんが、私としてはこの二つをぜひ、強調したいと思います。一つは自然に対する見方、一つは目に見えないものもちゃんと価値と、その価値が分かるということですね。で、日本人には長所も欠点もたくさんあります。で、長所のうち勤勉だとか緻密だとか時間厳守、新幹線的な時間厳守、これはもう近代化に大いに役に立ちました。この明治以来の近代化、戦後の経済復興に大変役に立ったと。したがって世界がそれを称賛し、我々もそれを誇りに思っています。しかし日本人の自然に対する見方、あるいは目に見えないものの価値を認識するというのは、そういう近代化とか科学物質主義とはちょっと相入れないだけに、必ずしも評価されてこなかった。しかしこれからこれが大事になるんだと。それを日本人持ってるんだから、せっかく持ってるんだから、それを大いに広めたいと思います。具体的にお話をします。これは3年前に世界遺産になった平泉の毛通寺というお寺の庭園です。作庭記というのは平安時代にできた庭作りの本で、一言で言うと、いい庭を作ろうと思ったら自然の言う通りにしなさいと書いてあります。で、それに従って作られた素晴らしい、浄土庭園ですね。で、これは本当にもう自然の中に溶け込んで自然のように作ってあります。それが日本にとって素晴らしい、芸術になるわけですね。で、ヨーロッパというのは、これと対して申し上げれば、より人工的なものを尊びます。例えばベルサイユ宮殿の庭、これは非常に美しい直線と円と左右対称からなっている幾何学的な素晴らしい庭園です。私も大好きです。しかし自然と調和しているとは言い難いですね。むしろ自然を凌駕しようとして、これが人間だということでバンとこうしている感じですね。ですから私なんかはやっぱりちょっと疲れてきます。緊張感が出ます。で、やっぱりこっちを見るとホッとしますね。日本人の多くはそうじゃないかなと思います。同じようなことは茶碗にも言えまして、これはロイヤルコペンハーゲンというデンマークの
茶碗ですが、これ私の大好きな茶碗、私自身これ自分の茶碗をこう取ったんですけど、あのシンプルで非常に美しいですが、やっぱりこう円というものを徹底的に求めてますね。それに対して日本の茶碗というのはあえて歪めてある、色もなんか中間色ですね。でなぜかというとそれが自然だから、もしロイヤルコペンハーゲンのティーカップとこの楽茶碗を河原に放っといたらどうでしょう。ロイヤルコペンハーゲンすぐ分かりますね。これはなかなか見つからないかもしれない。それだけ自然の中に溶け込むんだと思いますね。で考えてみると、直線円というのは自然界には存在しません。直線というのは2つの点を結ぶ最短距離とその延長というふうに定義されますね。幅はない。円というのは一点から遠距離にある点の集まり、でもそれも幅がない。ですからそういう完璧なもので、かつ幅がないもの、目に見えないものは自然界にあるわけはない。それは人間が頭の中で作り出したものですね。でだからそれはだから人間が偉いからだと、理性があって計算ができて数学ができるからというふうに、まあ、若干思い上がってしまうと、それを自然に押し付けよう、見せようということになる。したがってこれとかこれのようなですね、自然界にないもの、これが人間の偉さだということをこう主張していく、そういうもんではないかと思います。まあ、庭だけではなくて、あるいは茶碗だけではなくて、例えば動物をどう見るかについても、日本人は動物はこれらの仲間だと、人間は自然の一部だし、動物も植物もみんな一部だと、だから鶴が恩返しのために人間に化けてきても何だ違和感はない。実際に科学的には証明できないかもしれないけども、あってもいいじゃないかと思いますよね。でしかし欧米では、後で、まあ、あのジェイ・ルイビーさんとかにも伺いたいですけども、なかなかそういう話はないと思います。あの人間の方が偉いわけですから、基本的には下のものが自分の意思で、そもそも動物が恩を感じたり愛情を持ったりすることは多分ないと考えておられると思いますし、まして自分の意思で動物、人間の姿になるということ、アップグレードは多分できないと思っていると思いますね。その代わり逆に悪魔が人間をダウングレードして動物にしてしまうということはあるんですね。例えば白鳥の湖の白鳥はオデッタ姫、オディールか、オデッタですね、お姫様を悪魔が白鳥にしちゃうんですね。クルミ割り人形、同じようなあのチャイコフスキーのバレエになっている、あれは最後クルミ割り人形ナットクラッカーが、ネズミと戦争して勝って、それで最後王子様になりますね。でクララという少女と、まああれハッピーエンドですかね。で私初めそれを見た時に、あ、西洋でも人形が人間になるんだと思ったんですが、よく調べてみると、もともと王子様だったのが悪魔に人形にさせられて、その魔法が解けて王子様に戻るだけなんですね。ですからやはり動物に対する考え方はかなり日本人と欧米の方々では違うかな。で動物だけではなくて物についてもそうで、これはあの中世のおとぎ同士に出て、あの巻絵巻物ですね、出てくるつくもん神という話で、です、年末に庭の隅に放り出された古道具たちが集まって協議します。人間はけしからん、俺たちを使い捨てにした、懲らしめてやろうということで、思い思いに妖怪の姿になって夜行進をして人間をびっくりさせるという話ですね。これも全く他愛のないバカにされるような話ですが、なんかちょっとわかる気も日本人にはしないでもないと思います。古くなった椅子、足がガタガタでもう使えない、でもちょっと捨てるのは忍びない、お世話になったし、なんかこう魂があるようでという、そういう感覚は日本人の方が強いんではないかと思います。同じことは、まあ、その典型が針供養ですかね。錆びて曲がってしまった針、普通ならポイと捨ててしまうけど、日本では長い間ご苦労さんありがとうと言って豆腐に刺してあげる、柔らかい、それまで硬いものを一生懸命、縫うのに手伝ってくれた、だから最後は柔らかい豆腐に刺してあげるという、そういう優しい思いやりというのも仲間と思うから、だからこそだと思います。まあ、和食もですね、これはあのやっぱり自然をいかに取り込むか、自然らしい自然の季節のものをやる、なるべくフレッシュな元の素材の味を楽しむという、そういうのも日本人の自然観の表れではないかと思います。からもう2つ目の目に見えないものの価値、これは長谷川東博の有名な屏風絵ですけども、この絵で大事なのは黒く墨で塗ってある松の木ではなくて、真ん中の余白ですね、何も描いてないところ、これは描き忘れでもないし描き損じでもないし、
これがに意味があるわけですね。余白そのがより多くのことを語ってくれる。もう東博は自分で表現しきれないものを、日本人、まあ、割とこう謙虚ですから、自分で全部もう絵の具で塗りつぶして表現しようとはしない。ヒントだけ書いて、あとは読む人見る人との間でこうコミュニケートしながら、そこでいろいろなものを想像力を働かして、真理なるもの、真善美をここで語ろうと、語り合おうという、そういう発想だろうと思います。このように余白というのは日本の文化にとって大事ですね。書でももちろんそうです。それから、音楽でもそうですね。音楽でも間というのをとても大事にします。竹光徹という有名な作曲家も非常にこの間を大事にしました。休止符を大事にしました。まさにこう間を効果的に使うために音を出していると言っていいぐらい間を大事にした。なぜならば間こそ多くのことを語ってくれるからですね。どの音はどの音でしかない、でも空白は何にでもなる、そういう深い表現ができる、そういうことだろうと思います。あるパリに住んでいるある指揮者の人が言っておりました。パリの管弦楽団で竹光徹さんの曲を演奏した時の話です。冒頭からいきなり九州で始まる曲があるんだそうです。で、最初は楽団員は音を出す必要ないのでだらっとしてたそうです。で、彼がいやもう始まってんだと言っても、いや音を出す必要ないからと言って、ちゃんとまあそこまで来ればちゃんとみんな弾くんだそうですけども、何もしない。そこで彼は、いやここで音楽が始まって、ここまでは君たちは沈黙を弾くんだというふうに言ったら分かってくれた。で、やっぱり芸術をやる人はそういう繊細さって言いましょうかね、が分かるんだと思いますね。沈黙を弾く、余白を見るということ、それは日本人には比較的得意だというふうに思います。それで例えば目に見えないものを大事にするというのは、星の王子様というサンクテグジュペリの書いた童話というか子ども向けの本の形を取った大人への皮肉だと思いますけども、そこで出てくるのは、賢い狐が王子様に対して、大切なものは目に見えないんだよというセリフがありますね。ですから欧米の方にもそういうことは明るい素地はある。ただあまりにも近代合理主義で物質しすぎて、それが成功したがために、そういうものはなんとなく忘れされてしまう。でも日本人にはそれがより深く残っているだろうと思います。目に見えないものをどうやって表現するか、いろんな工夫があります。これは北斎の、有名な浮世絵の一つですね。これはものすごい強い風が吹いている。で、風ってのは目に見えませんね。風をどう表現するか、どこか網傘が飛ばされ、書類が飛ばされることで風を表してますね。これは今ちょうど今度日展の理事長かな、になられた奥田さゆめさんの作品です。左のはあるページというタイトルで、本を開いて窓際に置いておくと、風が来て風がパラパラっとこうページをめくる、そのある瞬間を捉えた。自分が開いたページではない、風が自然のままにめくっているある瞬間を捉えたということで、これも風を表現していますね。右の写真、絵もそうですね、作品もそうですね。3人の女性が立っている、その着物が小布に風になびいていることで風を表している。風という目に見えないものをいろんな工夫をして表現をする。 そこに、日本人が風、目に見えないもの、音に聞こえないものをいかに大事にするかが表れていると思います。そして、昨年無事に世界遺産になった富士山ですけども、そこで日本の松原というのがあります。右の写真の左下にあるのが日本の松原で、富士山から相当離れていますね。最初は我々は一緒に登録をしようとしたんですが、諮問機関がこれはダメだと、富士山の山の一部ではないんだから富士山は登録にしてもいいけども、これはダメだと言われたんですが、最終的にはOK になった。なぜかというと、我々がいや富士山と日本の松原の間には目に見えないつながりがあるんですと、物理的には離れているけれども我々にとってみれば両者はずっと一体だったんです。その証拠に、これは加納元信の書いた富士曼荼羅図ですね。上に富士山があって下に日本の松原があります。これは広重の浮世絵、東海道五十三次、これも富士山があって日本の松原がある。富士山を描くときには日本の松原を添えるパッケージにするというのが非常に多かったと思います。私自身も子供の頃富士山を描いてごらんと言われると山を描いて
雪のところを描いて下にグリーンとブルーを塗ってました。何のことか分からずに、それはそういうもんだと思ったからですね。つまりそれほどこの富士山と日本の松原は日本人の心の中にも一体となっているんだと、そういうことを説明したら、それはそうかと言って分かって、ほとんどの人が分かってくれまして、おかげでまあ登録できたんですが、要するにそこで言いたかったのは、普通の科学では証明されないものも存在するんだと。でそれは心の中に存在しうるんだと。で文化っていうのはまさにそうなんだから、文化遺産にこういうものが入っていいはずだという、まあそういう議論がまあ幸い受け入れられたということですね。したがってこのような日本人の自然観とか目に見えないものの価値を評価できるということは、自然を敬う自分も自然と一緒だと、自然と一緒になってお互いに助け合いながら過ごしていくことを大事にするということは、それは自然を重んじることになるし、他者を思いやることにもなるし、自分とは違うものも多様性を受け入れる、目に見えない相手の心をも受け入れる、そういうところに通じると思います。そうなればそれこそが日本文化の真髄であり、かつテロとか温暖化対策、自然環境破壊に対処するときに、そういう心構えがあるかどうかで随分違ってくるんではないかと思います。つまりそういう日本文化の真髄と、まあ、考えられるものは、単に我々だけのものではなくて、これからの人類が必要としている心構えではないか、それがあれば全て問題が解決するとは思いません。しかしこれからの問題、難しい問題をに対処するときに、こういう発想をみんなが持つこと、テロリストもそのアラブ側もイスラエル側もイスラム国をやっている人たちも、アメリカ人もフランス人もイギリス人もアフリカ人も、みんながもっとこういう気持ちを持てば物事がもう少し解決しやすくなる、ではないかと思います。で、したがって、まあ、結びになりますけども、まあ、昨年富士山が無事に世界文化遺産になったということは、まあ、富士山が世界遺産になったということは、実は富士山とは単なる山ですね。山が文化遺産になるということはほとんど普通はないんですね。文化遺産というのは文化財、お寺とか町とかそういうものが文化遺産になります。富士山は文化財ではないですね。人間が作ったものではないですね。ですから基準を読むとなかなかぴったりしたものがない。で、自然遺産、普通なら自然遺産で行くんですが、自然遺産というのは非常に、地質学的に学術的に意味があるとか、特殊な生態系が保たれている、放っておくと外来種にやられてしまうから保護しなくちゃいけないというものを自然遺産にするんですね。富士山というのは実は地質学者に言わせると、火山学者に言わせると極めて平凡などこにでもある山だそうです。従ってそういう基準には該当しない。生態系も独特の生態系があるとは言えませんね。小笠原とは違いますね。ですから自然遺産にはなれないと。じゃあ文化遺産だと思ってだろうということでやったんですが、なかなか文化財でないものですから難しいんですが、最終的には日本人を知って素晴らしい芸術を生ませた源泉になったものという Source of Artistic Inspiration ということで富士山が文化遺産になった。つまり北斎とか、まあ、万葉集にも読まれているし、いろんな写真家、画家、版画家が富士山を題材にしてものすごい作品を作り、それが世界中を見回り、フランスの印象派に仰天された、そういう素晴らしい、それ自身にすごい価値がある、そういうものを生み出した元になったものが富士山だということでなったんですね。でこれは言い換えると、そういう富士山からインスピレーションを得て、そういう芸術作品に落とし込むことのできた日本人が、非常に自然観が素晴らしく、美意識が素晴らしいということを、まあ、間接的に褒めてもらったに等しいんではないかと思います。言い換えれば、日本人が鈍いボンクラであれば富士山を見ても何も思わない。綺麗だと思っても素晴らしい北斎のような芸術に落とし込むことができなければ、世界に知られず、そして富士山は文化遺産になれなかったと思いますね。ですから日本人の、先ほど来申し上げた自然観、自然に学び、自然を尊び、自然を目で、自然が起こった時にはぎっと我慢をする、そういう自然と一体となっているという、そういう日本人の生き方、それの
まあ、教えてくれた、あるいはそれのシンボルが富士山である、そのことが、その富士山が文化遺産になったということは、我々のそういう自然観が認められたということに等しいんではないかと思います。そして三保の松原が登録されたということは、目に見えない関係というものも認めてもらったということで、なかなか普段言葉で言っても分かってもらえない、この2つの日本の文化の真髄を文化遺産という、富士山というツールを通じて、パイプを通じて若干伝わったかなと思います。これはいくらレクチャーしても多分聞き入れてくれません。レクチャーというのは言葉を使う、つまり、左脳を使って理屈で説明しますね。こういう話はいくら理屈で説明してもなかなか相手は受け入れてくれません。でも感性から感性に文化財を通じて、あ、美しいな、綺麗だな、すごいなという、そうであれば通じやすいですね。ですからそういう文化財を大いに使う、それは伝統芸能もそうでしょうし、文化財もそうでしょうし、西洋の音楽だって中道さんが弾けば、それやっぱり日本の文化ですよね。日本人の心が西洋のピアノという衣を借りて自分を、日本を表現して、そういう意味で音楽も含む文化芸術文化財、そういったものを大いに、まあ、活用していって、世界に広めていきたい、行くべきだと思います。そうすることによって、先ほど冒頭申し上げたような近代化、まあ、近代化が今どんどん進んで物質的には豊かになったけども、なんかこう心がすさみつつありますね。若者が夢を持たなくなった、そして足の引っ張り合いをし、イスラム国に共鳴してしまう、やはり何がおかしいと思います。それはやはりあまりにも物質主義、効率主義、スピード、結果主義が行き過ぎて、それが全てだということになってしまったから、それを取り戻すためには精神性曖昧だとか、手間がかかるとか、時間がかかる、そういうこともやはり大事なんだということを取り戻さないといけない。それをやってくれるのが、まあ、日本の伝統文化であり、伝統芸能であり、伝統工芸ではないかと思います。で、したがってレクチャーをするよりもそういうものを通す、そしてまた、そういうバランスを取れた、せっかく神様にいただいた右脳と左脳をバランスよく使って、近代の便利さと心のそのモラルと、そのバランスを取れた国を作ることが、そして世界のモデルになることが、我々のにできることじゃないかと思います。つまり近代のいいところと先進性、今忘れられがちな精神性を文化芸術文化財を通じてもう一度復権させる、バランスを取るということ、それを世界にアピールしていくことが大事だと思います。それこそ今日のテーマである、秘められたる日本文化の無限の可能性ではないかと思います。時間がかかると思います。そう簡単ではないと思います。時間がかかるという、時間がかかるから今やらないというのではいつまでもできません。フランスにリオテという名前の将軍がいました。彼はカシノキが大好きで、自分の家の庭に大きなカシノキが欲しかった。それで庭師を呼んで、カシノキの苗木を植えろと言ったんですね。と庭師は、いや将軍、今苗木を植えても大木になるまでに100年かかりますと言った。とリオテは、100年もかかるか、じゃあすぐ植えろと言ったんですね。これは大事なポイントで、100年だったら、まあ今日は忙しいから明日にしとくかとか、翌日になると今日はちょっと疲れてるから明日にしようと言って、伸ばし伸ばしになって、結局いつまでもできない。戦後もう70年経ちますけど、日本はやっぱり伝統文化を大事にしようと、明治の時にちょっと行き過ぎたから大事にしようという気持ちはあったと思います。しかし、まあともかく橋が大事、道路が大事、新幹線が大事、目先の大事なものにずっと追われて、結局文化には十分お金も関心も社会的なサポートも回らずに終わってしまった。明日でいいだろう、明日でいいだろうと思って70年経ってしまったんですね。あの時始めていればもう70歳、カシノキはもう70年分の太さになってたはずです。今はまだそれがほとんどない。でも今からでも遅くない。今植えれば100年後には立派なカシができる。同じように日本文化を我々が、日本人が理解し誇りを持ち、それをいろんな形で世界に広め、素晴らしい国を作り、世界にそれがじわじわ広がっていく、ああ日本はいい国になったなと思ってもらえる。100年かかるかもしれません。しかしその覚悟でやらなければいけない。自分の生きている間に自転しなければやらないというのでは、永久にこういう問題は解決できないと思います。ということで、もう皆さん今日から
始めましょう。日本の文化伝統、伝統文化、明日はまあワークショップありますから、そこで堪能に楽しんでいただいて、自分のものにして、それをすぐにご家族に広めてください。そして職場で、地域で、学校でそれを広める。それによって同志を募る。それをどんどんやっていけば、多分100年後にはまあ日本はもう少し文化芸術を大事にし、心の豊かさを大事にした国になるし、世界がそれを羨んで日本にもっと来るかもしれない。それによってより平和で、より繁栄的する社会ができる可能性は高いと思います。まあ、そういうこと、そういうまあ長い目で、粘り強く努力をしていく。それそして初めて日本文化のもう2000年ぐらいの歴史があるわけですから、それをたった100年我慢すればそれが戻ってくると思えば、そんなに難しいことではないと思います。頑張ってそれを今日から始めましょうというのが今日の私のメッセージです。どうもありがとうございました。これは去年の富士山の登録に関して、まあ、その時の交渉の経緯だけではなくて、今申し上げたようなこともちょっと触れてありますので、毎日新聞社から出して6月に出た本ですので、1500円ですのでそんな高くはないと思います。他のお求めいただければと思います。ありがとうございました。